トイズ、どうもトイズのコウタです。今トイズハウスに来てて、レンさんとヨーコさんはお昼ご飯を買いにコンビニに出かけてるんですけど、僕一人になったらやりたかった企画があって、レンさんとヨーコさんにバレずにどれだけアンチコメントを読めるか。ということで、おかげさまで最近 YouTube ショートの動画がたくさんの人に見ていただけるようになりまして、その分アンチコメントがたくさん来るようになったので、 YouTube ショートできてるアンチコメントをバレずにちょっと読んでいきたいなと。レンさんとヨーコさん2人分アンチコメント用意してるので、どっちが先に気づくかみたいな、まあ対決にもなるので、ちょっとそれを見ていこうかなと思います。じゃあレンさんとヨーコさんコミュニカー帰ってきちゃうので、まあちょっと待ちたいと思います。レッツアンチコメント。ごめんなさい。よし。ありがとうございます。はい。とりあえず暖房はつ。暑くない。脱げばいいじゃん。ダムちょっと落としていい。ちなみには何度ですか。28。高い。すげえ高い。なんで30度。俺暖房で28って聞いたことないから。そうだな。でもレンさんマジそれめっちゃ食いますね。うん、なんでそれ結構食うんですか。量多いからかな。あ、量が多いっていう。うん、確かに。くだらね。聞くなよ。衣いっぱいついてる人が好きとか、うん、唐揚げ君みたいに衣少なくてみたいな人もいるじゃん。確かに唐揚げいいっすよね。唐揚げいい、やばいでしょって話だよね。いや、イルミナティ、いや、ビルゲイツわかるでしょ。いや、言ってよね。いや、ビルゲイツ。あの、最近それこそショートとかいいっすよね。うん、だって300万再生とか言ってんすよ。うん、まあいろんなリスナーさんとかのおかげもあるかもしれないですけど、うん、そんな言っててやばいっすよね。うん、確かに。まあ上には上がいると思うんですけど。まあそうね、確かにね。うん、ジャックポットのマナミンは超えられないかなっていうのは。マナミンさんはマジで可愛いよね。顔もほんとこんな、マジでこんな、マジで可愛い、ずっと見てられる。俺はなんか逆っていうか、なんだろう、100万人超えとかの女性 YouTuber でも、ヨーコのがルックスいいと思ってるし、とりあえず6万人とかで300万再生いってるじゃん。だから世間からしたらヨーコのルックス自体はそんな評価されるのかなって思って。確かにルックスは確かにすごい上だと思うんですけど、うん、まあでもやっぱ、どうすかね、腕長すぎじゃねっていうのは。でもあれだよ、腕ってこうやって伸ばすじゃん。で、こっから伸ばした時のここまでの長さが身長と一緒なの。そもそも別にさ、腕関係なくね。一個でもコメント来てたね、そんなんね。来てた。でもさ、普通に考えて、次はショートムービーの話してたじゃん。手長い関係ねえからって。それでちょっとやめよう。いや、そういうのも要因で あるのかなとか。いや、ないだろう。手長いから300万いったら、あ、そんなあんの。もしかしたら、手が長くなかったら500万とかないだろ、普通に。伸ばすか。伸ばすか。ルフィ。でも、ヨーコ自分のルックス自信あるの、正直。いやー、全然ないね。ないんだ。うん。でもさ、もう一日何十件何百件ってさ、めちゃくちゃ可愛いっていっぱい来てるじゃん。はい。自信つかないんだ。いや、めっちゃある。全然ないね。あるの？自主人格。まあでもやっぱメイクめっちゃ盛りすぎてますもんね、いつも。そう。だから自信はあるじゃないですか。ほ、ほい？すっぴん見たことあるよね。いやでも、すっぴんとあんま変わんなくない。俺なんか、その一個自信があるのが、はい、そう、友達とかに彼女合わせる時も、はい、すっぴんでも合わせられるっていうのが、なんかすごい自信あるっていうか、なんか、いいとこかなって。いやでも逆になんか、素でもすごい綺麗じゃないですか。うん、だからこそ綺麗すぎて、なんかこの女、ちょっと完璧にニューハーフじゃねみたいな。完璧にニューハーフじゃねみたいな。あー、めっちゃ言われる。ああ、なんか言ってたのよ。うん、100件コメントあって、はい、そのうち多分ニューハーフとかそういうさ、なんか毛長いとかもそうだけど、はい、別にそんなん、1件2件じゃん。そこを気にして動画作ってたらもう何も作れなくないっていう。
下はついてんじゃねって思いますもんやっぱ。確かについてるかもしれないから、ね、だとしたら俺何ねゲイカップル俺しわりかしさ俺もこうだもよくもそうだけどさ、うん、そんなん気にしなくないさ、もう今まで別になんかむしろアンチコメントくるとバズってんだなみたいな、わかりやすいなって、この動画今バズってんだみたいな一個の指標っていうか。でも全然気にしないよ。だってもう本当に昔から1日1回ニューハーフみたいって言われてたから。そんなに言われてた。マジマジで違うことから毎日マジで、うん、例えば俺昔 YouTube 見てた時に YouTuber 集めて野球大会とかやってたんですよ。まあ、対統一はできないですけど、だから剣さんとか、うん、イカスイシャツ集めて、なんかヤンキー揃えて野球やってみたいな。めっちゃいい。ルーキーじゃん。ほんとルーキーズだね。そうっす。めっちゃいいじゃん。他の例えばテニスとか卓球とかよりは、一本の動画作りやすそう。うん、ストーリー性というか。でも私野球のルールわかんない。あ、いいっすよ、別に。あの、ホームベースやればいいんで。ホームベースってあれやん。めっちゃ失礼だな、お前。いや、だってもう顔ホームベースやん。顔ホームベースやん。え、でもさ嬉しいかも。ま、丸顔って言われるから。ちょっとカクカクしてる。だってホームベース踏まれたら1点入るですよ。最高やん。みんな来な。みんな来な。点数いっぱい持ってるんで。そう。まあそれでもありかな。うん、だってちゃんと、うん、あの踏んでないやつには点あげないから。踏んでないやつには点あげないから。それ当たり前ですけど。まあ、今日失礼じゃない？はい。失礼じゃない？でも全然私悪気してないよ。悪気してないけど、なんか失礼っていうか、まあ、メンバー間で失礼とかちょっと語弊あるけど、例えば同い年でも、はい、なんか別に言われてもいい気持ちしないことってあるじゃん、はい、それ多いっていうか、さっきから化粧濃いからどうこうとかなんか言う必要ないことだし、うん、ホームベースとかも完全なんか 何が面白いのっていう。ちょっと大丈夫です。結構怒ってる感じですか？怒ってる感じっていうか、わざわざずっとお前なんか、大丈夫今日。逆にりょうこさんどうですか？レンさん結構イライラしてませんけど。いや、でも全然、あの、悪い気してないよ、私も。レンもそんな嫌じゃないでしょ。嫌じゃないっていうか、別に言う必要ないこと言い過ぎかな。大丈夫ですか？高口でしてあげましょうか。は？実際いろいろ触ってんの？あー。ふざけてんの？ふざけてない。ギャグとか通じねえから普通に。ふざけすぎじゃない今日。俺が誰に対してふざけてたんですか？別に俺らに対して。そんな俺誰かに言ってましたっけ？切るじゃん俺たち。誰俺らだよ。りょうこと俺。りょうこだろうが。りょうこだ。あ、りょうこさんか。ヘラすんのやめろよお前なあ。おい飛び出しろ。土下座は言い過ぎじゃん。じゃあ正座しろとりあえず。そのなんか反省してんのお前、なんか調子乗ってない？そんな怒ることじゃおかしいだろうな。なんか俺がこうやってさっき優しく言ってやってたじゃん。なんでこんな怒んねえとわかんねえの？いや変なこと言ったつもり。言ってんだろよな。なんでか聞いてんだよ。なんでこんな言ってんの俺たちに。いや普通ガチで俺怒ってるからね今。無理って感じですか？普通無理。それこの人無理っていう感じですか？無理っつってんだろ。すいません。何だったら何なんお前その、なんで強く変なことなんかいつも違う言葉とかするの。なんでなんでだよおい。すいませんそんなつもりなかったです。もう言うことないの俺に。やばい。そうやばいでしょっていう話で、もういいや俺。すいません。知ってるよ。え？知ってる？知ってるよ。こうなったの知ってるよ。なんすかそれ。ね。なんすか。二人でドッキリしてんじゃないの？違う。一人でしょ。どういうこと？コウタが俺らにドッキリ仕掛けてんでしょ。そうっす。でしょ？そうっす。なんの？途中で気づいたのこれに。顔ホームベースやん。でもさ嬉しいかも。ま、丸顔って言われるから。あ、ちょっとカクカクしてる。だってホームベース踏まれたら1点入るですよ。最高やん。みんな来な。みんな来な。点数いっぱい持ってるんで。そう。まあそれでもありかなって、うん。
ね。いやいや、怖かったんだけど、怖かったんだけど、ちょっと。ねえ。私、喧嘩ドッキリ始まってんのかと思った。え、逆ドッキリっすか？いや、知らない知らない。いや、コウタゴラシに仕掛けてるのを俺途中で気づいて、タイトル予想していい？はい。YouTube に来てるコメントをなんか読み上げてったら、まあ、どうなるかみたいな、そっち系でしょ？そうっす。いや、全然わからん。それ、大体分かったの、はい、で、俺がめっちゃブチ切れたら分かってんねん、ブチ切れたらブチ切れたら、面白い動画撮れるかなと思って逆にね、今度はビビりながらでも行ってくんのかなって最悪やん。そう、逆ドッキリならぬ逆検証みたいな、はいはいはい、最悪だわ。はい、ということで、ドッキリ大成功しました。イエーイ。成功してないね。とりあえずよくあるけど成功しない人もそれ言うのやめてでもどうでした、実際そのアンチコメントとか。うん、いや全然本当になんかだよねって感じ。アンチに対してなんか、うん、それにムカつくとかない、なんかあ確かになとか、うん、否定できないから。俺はもうなんか単純に動画見てくれてありがとうって感じ。うん、うん、そんな感じじゃない。確かに、うん、コメントすると稼いでくれて、おすすめ乗りやすくしてくれてありがとう。ありがとうございます。でもそれは本当にそう。ということで今日のこの動画が面白いと思った方は高評価とコメントとチャンネル登録よろしくねー。バイバーイ。